LA150S ムーブカスタムエアコンフィルターの交換方法です。まあ、何カスタムじゃなくてもまあ一緒やと思う。ああ中身はねこのムーブ系とね、うん、グローブボックス、うん、グローブボックスをで、そこ硬いから、あ、ま、下から行く？そうそう、下から抜いて、うん、うん、で、斜め斜めでで、やっていきます、うんうん、これで外れました。こちらここ、うんうん、で、これあれかな、一緒かな。だからまあさっき外したのだから、こっち先下を抜いてもらって、うん、横のね、引っ掛けをかわしてもらうみたいな感じね、うん、ほんでこれです。これ基本的にあれかな、片っぽだけこうつまんでもらったら抜けます、うん、で、あの爪が下にあるので、まあ一緒やな、うん、これが下、うん、前なんか逆入っとったけどな。あれ何やった、あれ何やろ、あ、Nボックスや、Nボックスか、そう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 な、うん、まあまあもう右引っ掛けの左をそうそうそう押してもうたらいう感じやね。ほんでエアコン、だから今、うん、あのこれは入ってないです、入ってない、うん、なので入れといてください。形式さえ分かったら変えるやんな、うん、そうそう、これ入れたらいけるよ、うん、うん、ほんでもう入れるのも簡単です。うん、爪、あ、ちょ、ごめんなさい、でここその、うん、置くね、アップマークとか合わせてもって、うん、で、置く、ちょっと待ってな、うん、置くのこの2箇所やろ、うん、ちょっとその角度かな、そう入ったらいいねん、あ、入った、ほんで、うん、うん、ちょっと見にくいからこのパチッと感が、うん、2箇所差し込んで、で、最後にパチッと、うん、うん、で、グローブボックスはめていきます、うん、グローブボックスは、ちょっと、うん、線さっき、あ、上にかわしてもらう、うん、で入れてもらって下ですね、うん、ここちょっと待ってな、うん、入れるときは先に両方もこっちも入ってる、あ、うん、でこうやな、だからもうバラーンとダラーンとした状態で、うん、この線はこれでいいの？うん、この線は、うん、あとはこっちか、横、ああ、そうか、上に、うん、うん、こんな感じです。基本的に一緒かな、一緒やね、うん、うん、簡単なので、うん、やってみてください。これってエアコンフィルター入ってないけどオプションな、オプションですね、なので最初買った時は入ってないですよ、皆さん、で、このままやつは入ってますよ、今のやつは入ってますよ、はい、この方はオプションでフィルターだけ入れたらってことね。そうですね。ああ。なので、うん、まあ入ってるかどうか見てもらったらいいんですよね。そうですね。うん、入ってなかったら買って。だから別に入ってなかったも向こうって入れる気やったら、うん、そのまま入れたら。そうだね。っていうことやな、はい、うん。やってみてください。またチャンネル登録とこれお願いします。